かに省エネ型の暮らしをするかみたいなことがありますし、そのもう端的に言うと車をできるだけ使わない生活にシフトするかっていう話で、今非常にガソリンの値段も上がっているし、この際、まあ、例えばバイクで済む 50cc バイクだと非常にこう効率いいですしね、まあ、バイクで済むとかバイクにする、あのこうもう手放しちゃってタクシーの時、あのどうしてもっていう時はタクシーを使うとかして、 あとはもう自転車とか公共交通機関で暮らせるような人はその方がですね、その、無理にバイオ燃料とかを作ろうというあのことを増やすしないという意味からも非常に重要なことだし、それは自分たちの自分の生活防衛というから点でもですね非常にいいと思います。で、例えば引っ越しなんかももし考えに入れられるんでしたら、そういうあの車に頼らなくても生活できるようなところっていうのがやっぱりあの自分の安全保障ということを考えるといいと思いますね。今高齢者のこう世帯とかがですね、こう車がなかなか運転できる人がいないけれども、車がないと病院にも行けないとか買い物にも行けないみたいな人たちが非常に困ってますから、やはりそういうことも起こりうるというのを考えて、やっぱり車がなくても生活できるようなところに暮らすっていうことをやっぱりちょっと考えて、あのなんていうか、将来設計をするというかですね、生活設計をするっていうのも大事なことじゃないかと思います。We want to raise the demands to the market, purchasers, buyers, and consumers. The most important thing is to make it synergy and to make it good in implementation. Is first important thing is reducing the consumption. Because if the consumption is not reduced parallel with expansion on the ground,The expansion on the ground will still high and increase also. And then it is also very important for the market and especially consumers to select and purchase products which have been produced with sustainable raw materials with terrible consideration for biodiversity. And then market and consumers should beheld accountable to the ongoing impacts of all local communities, indigenous people, smallholders, workers, and women in producing countries. Again, commitment then need concrete action to deal with ongoing global forest reduction and degradation and to realize social justice. So environmental is something that makes us awake today, make we areaware with the situation, but don't forget when we make a target or commitment to reduce our climate change impact, don't forget about social justice.20世紀の世界っていうのが、産業社会っていうのがもうあの化石燃料にどっぷり使ったっていうか、頼ったジャブジャブの石油漬けのですね産業社会だったわけで、それが非常に便利だったから、もうプラスチック製品を使い捨てにどんどんし、そしてあのこう安いあの石油とかをガンガン使って、みんな車を持ってとかっていう生活してたんだけど、あのこれはやっぱり化石燃料というですね、ある意味ボーナス的なあのこうなんか降って湧いたようなもののおかげだったんで、もうこれはやっぱりもうだんだん使えなくなってくる。そうするとあのこうその前の江戸時代と同じようにですね、あの自然エネルギーで何とかやっとかやっていかなきゃいけないんですよ。でもちろん江戸時代と同じ生活じゃなくって、あのこう自然エネルギーで作った電力もあるし、まあ、あのこう電気自動車とかもあるし、あのこう全く同じ生活になるわけではないんだけれども、やっぱりでも20世紀型のですね大量消費の社会っていうのはね、持たない、できない、もう成立しようがないんですね。農業なんかも実はそうで、今の農業ってもう石油漬けで生産性を上げてますから、もうそれが基本的にできなくなるというのを考えて、いわゆる有機の持続型循環型農業にしていく、その生産性の枠内でやっぱりみんながどうやって暮らしていくか食べていくかっていうのを考えていく、そう再構築っていうのがいろんな場面でしなきゃいけない。例えば輸送のシステムなら輸送のシステムで考えなくちゃいけないから、あの今の、あの日本もそうだし世界もそうですけれども、あの20億トンというのはですね、化石油換算20億トンの、 あのこうエネルギーをずっとですね、あのこう例えばあの再生可能エネルギーであのこう賄えるかというと、おそらく賄えないと思います。だからそれをあのこうもっと少ないエネルギーで
なんか人々が暮らせる、できるだけ利便性があって、こう必要なこうサービスっていうのが賄えるような社会で、それは可能なんですよ。つまり徒歩だとか自転車だとか公共交通機関でこう暮らしやすい街づくりっていうのは可能なわけですよね。だからそういうふうなこう特に公共交通機関の整備なんかは日本はやるべきだと思うんですけれども、この間 そのフォーラムで出てきた上岡さんのお話の中で、日本の場合公共交通機関が独立採算になってるっていうのがちょっとヨーロッパなんかと違うと。で、独立採算になってるから、やはりちょっと採算が悪化してたところはバスも通らなくなってしまう、ローカル電車もなくなってしまう、で成り立ってるところは結構ぎゅうぎゅう詰めな状態になっている。これがこうヨーロッパなんかだと税金が半分ぐらい投入されているんですよ。そうするとゆったりして、例えば自転車をある程度電車に乗せるとかっていうことも実際ドイツとかで当たり前にやってるんですけども、まあ、ぐらいの余裕ができて、で例えばバスなんかも多少ローカルなところでも通すと。で、例えばまさに道路財源なんかをそういうところにね、私は入れればいいと思うんですけども、そうするとみんなこう車とかではなくて公共交通機関をもっと使うようになる。で、使うようになるとまさにもっと便利になるっていうのはいい循環が始まるでしょうから、その方がこう社会的に見てもいろんな意味でメリットが大きいですし、道路っていうのをどんどん作るですね、どんどん車が増えちゃうんですよ。で、車に乗らない人にとってはものすごく悪い社会になっちゃうんですね。で、そしてこう車がどんどん通ることによってこう環境負荷もやっぱりどんどん増えてしまうと、まあ、郊外のこうショッピングセンターが入ることによって商店街がどうしても廃れちゃうとかね、まあ、いろんな社会問題が起こるんですけども、まあ、そういった問題を全部もう一回ですね、今までとこういう方向だったのをこうちょっとベクトルを、ね、変えなくちゃいけないと、まあ、逆とは言えないんだけど、ちょっと違うベクトルに変えなくちゃいけない、まあ、いわゆる持続可能な社会にいかにそのベクトルを変えるかというところで、みんな今宿泊しているというか、ある意味市場がですね、今バイオ、こう石油がどんどん上がっていることによって、実際バイオ燃料とかで今の日本の目標とか 0.6% ぐらいのバイオ燃料をなんとか輸入したりして賄おうとかって言ってましたけど、世界のガソリンの消費量はどんどん減ってるんですよ、何パーセントっていうレベルで、みんな高いからっていうふうな話で、こう一つはその市場経済、世界原油が上がることによってもいやおうなく変わってるんだけれども、ただその何もしなくても変わるからいいじゃないかっていうのはまた別だと思うんですよ。自分たちでこうあらかじめそのなんか予測をして、準備をして徐々に変えるのと、いきなりクシャンときて、まあ、オイルショックなんかの時もそうだったんですけど、もう右往左往しながらバタバタと変えたり、あるいはもう紛争になるとかテロが起こるとか、そういう状況になるよりも徐々にこう痛みがない、まあ、ちょっとぐらい税金が上がってもちょっとぐらい中が上がってもと言いながら、まあよく考えると車を手放したけどむしろ良くなったかというふうな生活にするっていう、できるだけソフトにですね、こう痛みのない形で、どうせ変わらなくちゃいけないんですよ。だからどうせ変わらなくちゃいけないんだったら痛みのない方法で変わるということだけなんだけどなというふうに私はいつも思ってます。